トイレジャーナル。トイレ診断士の大和信孝さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。橋本駅前の公衆トイレをもっと快適に。相模原橋本ロータリークラブが改修。神奈川タウンニュースからの引用です。 橋本駅北口にある公衆トイレの改修・微装工事が完了し5月12日から全面的に使用可能となりましたこの改修は橋本を拠点に活動する奉仕団体相模原橋本ロータリークラブが創立10周年を迎えて記念事業として行ったものです 事業の実行委員長を務めた沼尾さんはみんなのトイレなのでこれからもモラルを守ってきれいに使ってもらえればと話しているということ。山本さんもローータリークラブ入られてますよね、はい このロータリーというのはまた別のロータリーなんですか。あのそうですね。あの私は新岡阪ロータリークラブなので、<laughs> はい、あのお近くではありますけど別のクラブにな、ね。なるほど。交流はないんですか。交流はないですね。橋本さんとは。はい、あのまあ世のため人のために活動されているのがロータリークラブということは僕も薄らながら知っておりますが、はい、えー、こんなこともするんですか。するんですよ。トイレを快適にと言って微少工事改修 やりますやりますやるんですかトイレ絡みの,あの実は支援って意外と多いですよあそうなんですか<あ>ーロータリーがやってることいやそうですでもともとロータリークラブってアメリカのシカゴで生まれたんですけど <はい S 2> 一番最初に行ったその社会奉仕活動ってシカゴにシカゴのループ地区っていう地区があるんですけど <はい S 2> そこに公衆トイレを作るっていうのが一番最初の社会奉仕活動だったんですよだから あのー、全く間違えていないというかなるほど、はい、もうじゃあロータリークラブの、えー、理念のど真ん中ってことなんですね本当にど真ん中ですねああ<ー>なるほどそれは確かにトイレ掃除を成りわとしている会社だったらもうロータリーど真ん中だからそれはロータリーにも入りますわねとかそういう感じですねそれはあた <laughs> から見たら <laughs> まあでもあの結果的にそうだったということなんですけど<ー>やっぱあの トイレというのはやっぱり生活に密着しているので、はい、あのやっぱりそこのトイレで不満を抱えている世の中って結構いっぱいあるんじゃないですかね、うん、アメリカの,そのシカゴのループ地区もその当時はそうでしたし、うん、その今、海外に、ね、あの発展途上国にあのトイレを作って提供するみたいなプロジェクトもいろんなクラブがたくさんやってるんですけど、うん。 生活そのものもですからね、うん、だからやっぱり支援したらそのまま直結するからあのいい活動になるんじゃないですかね。とはいえロータリークラブっていうものが、はい、えと公衆トイレをいじくる回収するとなると。はい 公衆,で公衆便所ですから、はい、どこかに許可を取ったり申請しなければいけないと思うんですけどその手続きというのは具体的に何が必要なんですかも,もちろんですねで、多分ここの橋本の,、はい、その相模原橋本駅の場合はそ,の、はい、そこの,観光あその、えー、と市町村というかそこの市町村のそういうところに公衆トイレをその。 あの監督する監督官庁に行って、うんうん、やり取りをしたと思いますけどうちで,でお金出すから改修工事やらせてっていうことを提案するってことですかそう,そうですねもともとさっきシカゴで初めてあのその公衆トイレ作ったって言いましたけど、はい、その時は、うん、そんなんじゃなくて、うん、あの実質委員会を立ち上げたみたいですね。<ー>ちょうどあの 長くえっとちょうどあのシカゴのループ地区っていうのは飲み屋街みたいなところだったんですよ <はい S 1> でそこでみんな飲みに行っても公衆トイレがないから結構すごい困ってたじゃあ,あ,のじゃあその時みんなど,どこにそのトイレ行ったのかっていうと男の人はバーに行ってで女の人は百貨店でトイレを 出してたでもやっぱあのシカゴの人たちはあのトイレ切絶望してたんですよね、うん。うん、でじゃあそこにその公衆トイレ作ろうって言ってロータリーが動き出すんですけど何せその利益に直結していたそのシカゴの,あのバーの人たちあの貯蔵あの組合の方とか百貨店の組合の方たちから反発を受けて。 まあ来たついでに買ってくれたり来たついでに飲んでくれたりするわけだからっていうことですね。っていうような感じになってたんですね。でそこでロータリーは何やったのかっていうと25の市民団体を集めて公衆トイレえと建設委員会っていうのを設立してそこの委員会をもってその要はその役所とかと交渉しながらその建築に,にえたどり着いて2カ所の公衆トイレを作ったってことなんですよね。 だからロータリーの活動としては、うん、単純にこの役所に届けるっていうだけではなくて、うん、あのそこにいる方たちを結集して、うんうん、だからあった方がいいっていう形でなんか作ったっていうのがの最初の,その釈迦越し活動だったってことみたいですね、うん。なるほど お金出すからやるねみたいなじゃあお願いねみたいなそんなシンプルな話じゃなくそれぞれの利権をこう尊重しながらだけどトータルで見たらみたいなところを説得していくっていう作業が実は大変なんですね。そうですね多分作るという作業よりもそっちの作業の方が大変なんじゃかあなるほうが <はい S 2> 分かりましたえ橋本駅前の公衆トイレの改修についてロータリークラブが絡んでいたというお話をお伺いしままししたたあありりががととううごござざいいました。 虫で一番かっこいいのは何だと思いますかやっぱりカブトムシですね。